浜松市東区の清水金魚で行われた今年の初競りには、県内外から多くのバイヤーが訪れました。初競りには、ランチュウやオランダ獅子頭といった人気の金魚をはじめ、コイやメダカなどおよそ3万5000匹が出品され、次々と競り落とされていきました。今年は魚の育ちが良く、出品数も去年とほぼ同じくらいということで、最も高値で取引されたランチュウは1匹2万9000円の値段がつきました。価格も比較的いい水準で出てると思います。癒しを届けられるような魚たくさん供給できればと思います。コロナ禍で人気が上昇している観賞用の金魚、今年12月までに合わせて42回の競りが行われる予定です。 Thank you.